味噌汁ハンターでずっと味噌汁出会うまで歩く。味噌汁笑顔。はい、おはようございます。ということで市街地7日目、高島トレイルは4日目、最終日ですね。高島トレイルは今日でおしまいです。行きたいと思います。今朝7時です。昨晩はかなり雨が降りまして、テントとかもいろんなものがびちょびちょになったんですけど、しっかり晴れてくれましたね。じゃあ赤坂山の方を目指して歩きたいと思います。いや、この道ほんまにいいですよ。気持ちいいです。おすすめ。大谷山から赤坂山にかけてずっといい感じです。はい、7時17分阿波ヶ原小屋です。このまま下降りたらね、牧野高原のスキー場の方に降りることができます。赤坂山はこっちですね。暑い。天気は抜群です。よいしょ。ザックは今日は一番軽いです。赤坂山、じゃあ次は明王のハゲ向かいます。あそこですね、ちょっとハゲてるとこ。7時44分妙のハゲ。ここだけ草とかなくて砂地になってます。そういう由来ですね。1年半ぐらい前から高倉屋のケンさんと来て以来ですね。食べ物もね、もう全然ないんで、休憩してもまあ座ったり水飲んだりするぐらいなんで、ちょっと歩こう。はい、24分三国山です。展望はもう一つです。ザックをね、分岐にデポしてここまで行きました。なかなか道が悪くて絡みできて正解でしたね。はい、8時53分黒川峠、黒子峠。ここ確かいい感じのベンチがあったんですよね。寝れるやんみたいな。あ、これです。
ベンチあり。よいしょ。ここは登山の起点にもなってるみたいですね。黒川登山口、黒子登山口か。こっちかな。こっちから来たら。なんか味噌汁ハンターでずっと味噌汁あ出会うまで歩く家族どうすんのって勝手にそこまで心配してるいやそうそうお前からさっきもなんでこんなんやる言うたんやろと思っていや奥さん何も言わんかったですか。まあ結構心よくいいんちゃう、うん、いい奥さんだねお嬢ちゃん可愛いしありがとうございます、うん、いやそうそうやっぱ滋賀県に住んでるものとしたらこんだけ滋賀愛強めの人ってなかなかいい品いや滋賀いいですよね。そうでしょ言っていいです。言っても大丈夫ですか。全然大丈夫。ありがとうございます。こんなアンドサイダーまで発、うん、すげえ。どんだけあのこの辺大好きこの辺あんなとこから出てくると思わんかったよね。ちょうどこんな、うん、広いところそうで、しかもちょうど私たちの今日の奇跡が、はい、あの高倉さんと一緒に2人で歩いてるやつのダウンロードして、あ山っぽいやつ、はいはいはい、でそうこれで行く言って結構いい道ですよね。でしょ、あ朝一赤坂山登ったら会えるんちゃうんって言って、はいはい、結果そうやった結果そうです結果そうですサラサから直行が一番今日会えたら渡そうと思ってて、はい、ハイチュウ食べますか。あめっちゃ今ちょっと食料なんなんですよ。これもうすぐ食べます、もうあとラムネよう食べてますよね。8粒ぐらいしかなくてめっちゃお腹すぎます。いや絶対なんかグミとか食べてるし、はい、これがマイブームで超嬉しい、うん、めっちゃお腹すいてます。そうそう今日はもうどうするんですか。今日ここから先は今日、うん、国境へ行って一回、うん、もうテント全部びちょびちょなんで足臭いって言ってやばいです、嗅ぎますびっくりしますよ、ほんまに臭いです。あ寝る前に体拭いて、はい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 、着替えて、うん、でまた行動中は同じの、はいはいはい、これももう7日目なんで、うん、これはめっちゃ臭いです。はい、今ですね視聴者の方からハイチュウの差し入れをいただきましてたっぷりと喋りました。多分僕今さっきよりいい顔してるんですよ。滋賀県の方で滋賀の話したりとか、まあいろんな話をしまして、足取りもね軽くなりました。うん、やっぱり人と喋るって大事やなってつくづく思いますね。いやすごい活気のある方で元気をいただきました。もうちょっとですね、頑張ります。はい、11時4分乗鞍岳です。やってる？これやってないですね。はい、12時5分です。はい、到着です。荒地越え。はい、ということで3泊4日の高島トレイル編が終わりました。もうちょっときつかったな、疲れたな、結構来ましたね。今でだいたい160キロトータルで歩いてます。高島トレイルは80キロです。
とりあえずね、荷物とか、荷物じゃない、食料とか全くなくなって、洗濯とかもしたいので、あと体もちょっと休めたいので、一回牧野の町の方におりますが、バスが3時半までないので、ヒッチハイクして行こうかなと思います。できるかな、場所も微妙なんですよね。シュールでしょ。あとバス短いでしょ。バスめっちゃショートだ。意外とさ、作りいいやん。いや、そうなんですよ。結構僕も久しぶりに来たら綺麗やなと思って。なんかシート引かなくてもいいですか。ということで、純子さんが来てくださって、今いろいろあって新朝日にいます。佐賀県産のやつでも158円とか、淡路島の玉ねぎやと200円ぐらいしてるし、ね、1個で、でなんでかというと、うるさくなんですよ。で近所の畑で話してても、4月までは良かったけど、それから急にベト病にやられた。それで高くなった。あのおばちゃん、90歳超えてはるんですか。そうですよ。見えないですね、お元気。それで82歳で運転免許取って。どちらが、おばさん。ほんで